どうもジャクロでございます。人選解説ということで2日連続久々でございます。で今回はですね、ポゼッション型最強戦術と題しまして、まあ、人選解説していくんですけれども、まあ、私の中でポゼッション型の最強の組み合わせというものがございまして、まあ、それはですね、ポゼッションショートパス攻撃エリア中央流動的フォアチェックアグレッシブ、この組み合わせがね、私の中では一番強い戦術タイプになるんじゃないかなと思います。あとはね、フォーメーションと裏数値のねバランスによるかなと思うんですけれども、まあ、前作から考えても強いと言われている監督に関しては、まあ、このタイプが非常に多かったかなと思います。サイド攻めフォーメーション重視の強い監督もね中にはいたと思いますが、私の中で、まあ、最強の組み合わせっていうのはこのタイプかなと思っております。はい、ということでね、早速監督の紹介いきましょう。はい、今回ご紹介する監督はガジャルド監督でございます。リベルプレートの監督ですね。433で今回ご紹介するんですけれども、それ以外のフォーメーションでもね強いと言われている監督でございます。でオフェンシブディフェンシブは、まあ、ディフェンシブの方がねコンパクトネスが高いので、こちらの方がいいかなと思います。でこれ同じようなね戦術タイプでジェネシオ監督とかビンデバルト監督とかがいるんですけれども、まあ、ジェネシオ監督はね 4-3-1-2 持ってる方が多いかなと思いますし、ビンデバルト監督は4-2-1-3 からほとんど動かないかなと思いますので、まあ、4-3-3 で、まあ、この戦術タイプ組むならガジャルド監督一択になってくるんじゃないかなと思います。その中でもねマネジメントは非常に高い方なので、まあ、4-3-3好きな方はねぜひねこの監督使っていただきたいなと思います。まあ、前作で言うとね本当にクロップ監督とかグアルディオラ監督使ってた方はぜひねこの監督使っていただきたいなと思います。ということで早速スカットの方を見ていきましょう。はい、ということでね、まずね皆さんね悩みどころがこの3トップのね人選になるかと思うんですけれども、本当にねいろんなタイプを試しました。特にセンターフォワードの部分ですね、まあ無印にしたりチャンスメーカーにしたりポストプレイヤーにしたり、まあいろんなタイプを試しましたが、結果ねこの監督の戦術タイプであればこの3トップは、まあ、推進力をガンガン上げていった方がいいのかなと思いました。でこれがねカウンター型だったりトップ下があるねパターンだとまたねちょっと変わってくるんですけれども、まあ生粋の433のねポゼッション型監督であれば、まあこういった感じで組むのが一番いいかなと思います。でセンターフォワードはやっぱりラインブレーカーかなというところで、今回ねデルピエロ使っておりますが、まあセカンドトップにして少し低い位置にしております。まあデルピエロはスルーパスを持っているので、まあちょっと低い位置にいた時は両サイドにスルーパス流したりもできるので、デルピエロすごくいいかなと思います。まあセンターフォワードで起用するんだったら、まあ体も強いベンゼマとかが優秀かなと思います。まあそれ以外だとスピード系のね選手で攻めてもいいんじゃないかなと思います。まあ足元はねできるだけあった方がいいかなと思います。で両サイドね、両サイドはウイングストライカーと今回インサイドレシーバーにしております。で今作ねインサイドレシーバーの優秀な選手って結構少ないので、まあ本当にサラー、このグリーズマン、そしてこの間のねアイコニックメッシ、まあ週間 FP でね今後強い選手は出てくると思いますけれども、現状この3択になってくるんじゃないかなと思います。どちらのタイプもね中央に寄ってボールを受けに来てくれるタイプなので、まあ、よりね、まあ、トップのラインブレーカーを活かしやすいというのと、まあ、デルピエロがちょっと低い位置でボールを受けた時に、まあ、外から内側に切り込んでくれる、まあ、そういった動きも見せてくれるので、まあ、ウィングストライカーですとかインサイドレシーバー、まあ、これがおすすめかなと思います。でウィングストライカーはしっかりサイドにも張るので、まあ、バランス的にはこの組み合わせがいいのかなと思います。でインサイドレシーバー持ってないよって方は、まあ、チャンスメーカーですかね、まあ、これもメッシ、ネイマール、ジョアン・フェリックス、ユリアン・ブラントとか、まあ、そのあたりの選手で組んだらいいかなと思います。で両方ウィングストライカーだとちょっと距離が広くなるかなという感じですね。で逆に両方ねインサイドレシーバーとかインサイドレシーバーチャンスメーカー、まあ、この組み合わせだったりするとちょっと中に寄りすぎるかなというところですね。まあ、少しサイドに張った動きもしてほしいので、まあ、ウィングストライカーとインサイドレシーバーもしくはチャンスメーカーの組み合わせが、まあ、横の距離感のバランス的にはちょうどいいのかなと思いました。でウィングストライカーで言うと、まあ、今回ロナウド採用しておりますが、基本的にはねスピードとパス、この能力が高い選手の方が、まあ、使いやすいかもしれないですね。ファティ、アザール、スターリン、ニャブリ、あとはサネとかですかね。まあ、こういった選手、テクニック系の選手だと、まあ、非常にボールがつながりやすいかなと思います。あとはね、センターフォワードに無印の選手とかチャンスメーカーを置いて、両サイドね、ラインブレーカーを起用するっていうパターンもあるんですけれども、まあ、それもね、悪くはなかったんですけれども、まあ、こちらの方が私はね、パス回しもしやすかったですし、中央、サイド両方からしっかり切り込むことができるので、まあ、こっちの方が私は好きかなと思いました。で中盤ですね、 CMF は、まあ、1人ボックスというボックスで守備型の選手で、もう1人はですね、まあ、パサーですね、無印かプレーメーカーあたりのパスが上手い選手、まあ、これを推奨いたします。まあ、基本的には3トップの誰かがですね、まあ、ロナウドだったりグリーズマンだったりデルピエロあたりがちょっと
この辺で中央付近で、まあ、三角形を作りながら、まあ、試合を作っていくような形で、ポゼッションするという感じですかね。で、空いたスペースにしっかり、まあ、トップが走り込むような形になります。で、もちろんこの中盤の選手もしっかりオーバーラップしてくれるので、まあ、非常にバランスのいい組み合わせかなと思います。で、ボックスというボックスの選手は基本的には、まあ、守備型で、まあ、ワンタッチパスとかスルーパスとかパスの能力が高い選手がおすすめでございます。まあ、カンテ以外だったら、まあ、サウルとかトーマスパーティー、ヌドンベレ、ジョーダン・ヘンダーソン、まあ、この辺りが優秀かなと思います。で、ベッカムの代わりはですね、まあ、無印でデブライネとか、あとはスコールズとかピルロとか、まあ、この辺のパサータイプが非常におすすめかなと思います。そうすることによってね、まあ、グランダーパスで、まあ、細かいパス回しもできますし、まあ、ロングパス、サイドへのロングパスも刺さりますし、まあ、クロスもできますし、で、縦ワンツーからのショートフラスルっていうところも形作れますし、本当に多彩な攻撃ができるので、まあ、この組み合わせは非常に素晴らしいかなと思います。で、このパサーがなければですね、どちらもボックスとボックスの選手でいいかなと思います。 DMF はね、アンカーからと思います。まあ、時にはね、攻撃枚数が多い場合もございますので、まあ、カウンター対策ということで、まあ、アンカーを推奨しております。で、両サイドバックはね、まあ、スピードがあって、まあ、パスが上手い選手を基本的には置いております。もちろんこのオーバーラップして、まあ、前線のサポートもできる選手がいいと思いますので、まあ、今回アラバとマルキニオス、マルキニオスは今週調子がいいので入れております。で、センターバックはね、スピード重視にしております。まあ、これちょっと足元がね、事故が怖かったりするんですけど、まあ、事故が怖い人はね、一人ちょっと足元が優秀なセンターバックを入れたらいいかなと思います。で、ゴールキーパーは最近シュチェスニーを使っております。はい、控えですね。控えは、まあ、ハーランドはトップですね。で、サネは両ウィングで、ミュラーはね、どの位置でも、トップだったらどの位置で使っても面白いかなと思います。まあ、ホルランもセンターフォワードの代わりですね。で、ライカールトはまあ中盤で使うかな。で、マルディーニ、ジューレはセンターバック、サイドバックの代わりでございます。はい、で、攻撃に関しては基本ね、フォアチェックアグレッシブなので、中盤とかで取れたらね、ショートカウンターでね、速攻で攻め切るっていうのも大事かなと思うんですけれども、まあ、基本的にはある程度のポゼッションをしながら、まあ、試合を作って、まあ、サイドなり中央の抜け出しを狙っていくような形になるかなと思います。まあ、すごく楽しいですよね。まあ、サッカーをしてる感じが一番するのがやっぱり 4-3-3 かなと思っております。いろんなパターンでね、前線は組んだんですけれども、まあ、これが一番いいかなと正直思いました。で、守備に関してもね、もちろん裏抜けだったりサイド攻撃には気をつけないといけないんですけど、割とね、やっぱりポゼッション率が高くなる傾向にあるので、まあ、そこまで守備のね、時間は短いと思いますので、まあ、そこをしっかり守れれば、まあ、高いポゼッション率で、まあ、攻撃する時間の方が多くなると思いますので、まあ、中盤でね、ボールを取られないようにしっかりゲームメイクしていくのが大事かなと思います。得点パターンとしては、まあ、縦ワンツーからの中央からの抜け出しと、あとはトップの選手が低い位置で受けた時に、まあ、サイドからの中央への切り込み、まあ、この2つのパターンがね、一番、まあ、点数としては多かったかなと思います。そのパターンを、まあ、確実にさせるのがやっぱりね、このベッカムの位置だと思いますので、まあ、ここは結構重要なポイントかなと思います。ちょっと守備はきつくなりますけれども、まあ、パサーは絶対いた方がいいかなというところですね。まあ、カンテもしっかりね、ボックスとボックスなのでオーバーラップしてくれますし、まあ、守備の対応も早いですし、パスも上手いので、まあ、カンテ持ってる方はぜひね、カンテを使っていただきたいなと思います。はい、という感じですね。まあ、4-3-3久々に使いましたけれども、やっぱり楽しいですね。まあ、今作はね、3トップを使う方も増えましたし、まあ、特に 4-2-1-3 使ってる方多いんですけれども、まあ、4-3-3 もね、すごく強いかなと思いましたので、気になる方はね、ぜひ使っていただきたいなと思います。ということで、次回もウイルアプリ2021で会いましょう。さよなら。